こいつすげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。よみんな、こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ、ウミガメの挨拶ちゃんと知らないやつも何人かいるから、じゃあ誰かにお手本やってもらうかな。ガイドさん、はーい。じゃあこっちの後ろで、うん、2列目で内側の通路から2番目にいる紺色の甲羅か、そこの君にお願いしようかな。いや、名前はなんてんだい。マサユキです。マサユキ、クールな名前じゃないか。じゃあマサユキ、俺が最高だぜって言ったら、マサユキは両方のヒレを高く上げてくれ。準備はいいかい、いくぜ。マサユキ最高だぜ。やるじゃないか、拍手しようぜ。マサユキかっこよかったぜ、ありがとう。よし、じゃあガイドさん、次はさ、じゃあこっちの前で一番前の一番内側の通路沿いにいる赤っぽい甲羅のこと話してみようかな。いや、君の名前は中村花。よろしくな。あ、中村花、君はさ、何歳？6歳。まだ卵から帰ったばっかりじゃないか。で、今日は誰と一緒に来たんだい？家族だよ。ありがとうぜ。よし、じゃあ一緒に来た中村花の家族、どこだ？ひり上げて。あ、近くにいたら、ありがとうぜ。よし、じゃあさ、中村花のすぐ後ろの黒っぽい甲羅の人と話してみようかな。いや、名前は何て言うんだい？安代です。安代、よろしくな。家族ってことだけどさ、安代は中村花の何だい？ママです。お、そしたら一回聞きたいな。安代は中村花や、中村花の隣の子もそうなのかな。子供たちからさ、質問をたくさんされたっていう、そんな経験はあるかい？いっぱいあります。そうか、俺の息子のスクワットもそうなんだよ。なやすよ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。やすよ、教えてくれてありがとうな。中村花もありがとう。いや、実はさ、この間もな、スクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うの？で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。協力してくれるならひれをあげてくれ。みんな協力してくれたら嬉しいな。おいけ、聞くぜ。協力してくれるならひれをあげてくれ。あ、増えたの嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。マサユキはさすがだな。いや、それじゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの？だってさ。よし、じゃあ誰かに教えてもらおうかな。じゃあガイドさん、じゃあ後ろの真ん中のさ、うん、3列目で、じゃあこっちの通路から2番目の人に聞いてみようかな。いや、名前なんてんだい？マリです。マリ、よろしくな。じゃあさ、人間の食べ物について教えてほしいんだ。じゃあその中でもマリの大好物ってなんだい？お肉です。お肉ってやつ好きなんだな。スクワートに教えるぜ。俺はな、この下に生えてるみたいな海藻をいっぱい食べるんだけどな、その中でも俺は特にわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるの好きなんだ。そして俺の体こんなにでっかくなったっていうわけさ。あ、じゃあマリー、このでっかい俺の体、体重何キロあると思う？100キロ。キリがいいな。もっとあるぜ。俺の体重300キロあるな。マリもさ、そのお肉ってのいっぱい食べて300キロ目指してくれな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。何
んか俺に質問があるやつ元気に知り上げてくれ。何でも答えせ。じゃあまずはさ、クラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。おお、ハンクありがとう。じゃあケイツはまずは、こっちの前の3列目の一番内側の通路沿いにいる、頭にイソビンチャクが絡まってる子だ。いや、名前なんてんだい。西川ゆずだね。じゃあ西川ゆずだ、俺に何が聞きたいんだ。クラッシュの家族は何人いるの。ああ、俺はな、まずシリーっていう大切なパートナーがいてさ、俺とシリーとの間に65匹の子供たちがいるのぜ。だから67匹家族ってことなのかな。さっき言ったスクワートって子が末っ子でな、で他にも上からキアヌ、ルル、サンディ、ヨンディ、ゴーディ、ロクディ、止めてくれていいんだぜ。賑やかでとっても楽しいな。聞いてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の人も後ろの大人も遠慮すんな、元気に開いて。じゃあ次はそうだな、じゃあカイトさん、こっちの後ろから、一番後ろの方なのか端から2番目ぐらいか、透明のゴーグルつけてる人あげてくれたかな。いや、名前なんてんだい。私の名前は服部たけるです。服部たけるかな。じゃあ服部たけるの質問なんだい。ヌニカメはサメが天敵だと聞いたんですけど、クラッシュさんはサメに会った時逃げてますかね。ああ、サメな、あいつらさ、俺たちのこと餌だと勘違いすることあるんだよな。あ、でも俺逃げたりしないぜ。俺がどうやってるか見せてやろうか。サメが来たらな、俺はこうするんだ。こうやってると気がつかないで通り過ぎてるんだ。でもな、サメとももっと仲良くなりたいと思ってるぜ。お前たち最高だぜ。あ、そうそう、スクワットからもう一個聞かれてたんだ。これさ、人間のもんなのかな。これ何なんだ、分かるやついるか。じゃあガイドさん分かりそうな。じゃあこっちのさ、こうやって使うのか。聞かずに。みんなのおかげだぜ。よし、また俺が答えるぜ。質問あるやつ元気に入れ上げて。じゃあ次はさ、じゃあまたこっちの前でさ、じゃあ4列目で端から2番目にいる子に聞こうかな。いや、名前なんてんだい。うららです。よし、じゃあうらら、俺に何が聞きたいんだ。クラッシュはなんでマスクつけないの。お、マスクっての俺初めて聞いたぜ。他の魚の友達にも聞いたことないから、海でつけてるやついるのかな。俺の知ってる限りいないかもしれないけど、そのマスクっていうのはさ、どんなものをつけるの。今みんながつけてて、なんかいろいろな色で、顔につけてるもの。あ、顔につけてるやつ。あ、それそうなんだな。ほんとだほんとだ。あ、すげえみんなつけてるもんな。あ、そうか、君たち人間みんなつけてるから。そしたらさ、海の生き物を見たことなかったらなんでつけないんだって思うかもしれないよな。でも俺さ、それなくても何にも困ってることないんだけど、君たちはそれ何のためにつけてるんだい。今コロナっていうやつが流行ってるから、マスクをつけてコロナにならないようにお、あ、コロナってものになるんだな。それないとじゃあ、コロナ違う生き物になるみたいな感じなのかな。あ、そうなのか。でもそういうためにつけてるんだな。教えてくれてありがとう。俺たち最高だぜ。なんだこの音。ハイドロフォン壊れたかな。ハロー。あ、エリーじゃないか。あいつのエコロケーション。
人すげえんだぜ。目つぶったままでもああやってうーってやると何でも見えてきちゃうんだってさ。人間たちはできんのかな。じゃあ誰かにやってもらおうかな。マサユキ、エコロケーション挑戦してみようぜ。今から俺がヒレをこうやって何本かあげるから、俺が何本ヒレあげてんのか目つぶったままエコロケーション使って当ててくれよな。じゃあまず頭の横に両ヒレ持ってきて、そうそう、そのまま目閉じて、でうっすら見えちゃわないように、そう、そんな感じでちょっと下の方向いといてな。じゃあそのままさっきのベリーみたいにうーって言ってくれ。せーの、うー、よし、ストップ。まだ顔開けるなよ、子供たち答え言っちゃダメだからな。じゃあまさゆき、俺が開けてるヒレは何本だ。2つ。言っちゃダメって言ったのに、子供たち。でも正解の時には拍手しようぜ。正解だぜ。かゆ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 、パパパパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。分かった分かった。さあ家族呼んでる。今日はみんなに言われてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。じゃあねー、また会おうぜ。バイバーイ。クラスをバイバーイ。皆さんクラスに大きな拍手を。クラスに会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。出口は後ろです。忘れ物がないようにお気をつけください。